こんにちは、元消防士の防災アドバイザー高岡防災です。いや、今回の企画はめちゃくちゃ体張ってますよ。もうね、だいぶ汗だくになってるんですけども、どういう企画かというと、よくねコメントとかである、私は真夏のめちゃくちゃ暑い時期に何日間も停電したら、もう武器にできるのは扇風機ぐらいしかないんですよと。それがポータブル電源を使うのか乾電池を使うのか、まあいろいろ人にもよるんですけども、もう武器はもう扇風機しかないから、それだけで戦いますって人ね結構いるんですけども、果たしてそれがこの猛暑の35度を超えた環境の中でどれだけできるのか、どれだけまあ有効性があるのかについて、実際私も試したことがなかったんで、ちょっともう体張ってでもやってみようというのが今回の企画です。というわけで、いろんな扇風機出してきますし、実際に扇風機と濡れタオルとか、まあ、なんか他のね、別のものを組み合わせることによって、もっと実際に扇風機のパワーというか、能力を上げることができないのかみたいなことを含めて、今回はね、検証していきたいと思います。というわけでね、もう実際すでにこれ気温が、まあ中の室温がもうすでに35度7分、もう現在2024年7月22日で、神戸市のね、最高気温が35度を超える日の木造2階建ての家の2階にある部屋なんで、もうすでに35度を超えてるんですけども、まずここから一つ目出てくるアイテムがこれなんですよ。これ見えますかね？岩谷の風暖を出してきました。これはカセットガスで動くファンヒーターなんですけれども、これを使ってね、ちょっと今から部屋の温度、こっからさらに上げていきたいと思います。言っときますけどね、私も全然こんな企画したくないんですよ。ただやっぱりね、まあこういうのは実証というか実験しとかないと意味がないと思ってますんで、早速気温上げていきたいと思います。さあ、点火しましょう。さあ、残念ながらね、この風暖、点火されてしまいました。で、この商品ね、何がいいかというと、まあこの状況においては悪いことになるんですけども、何がすごいかというと、カセットガスだけで動くんですけども、中にカセットガスだけの力で動く、まあ、ファンがついてるんで、他の商品と違って、もうファンヒーターみたいに熱風をブワーってね、送り出してくるんで、他の商品より全然部屋の中のね、温まる温度が違うんですよ。もう冬場に使ったらものすごい速さで部屋を温めてくれてるんで、これはね、すごくいい点なんですけど、ただ、今の状況においてはね、どんどんすごいスピードで、この部屋の中が6畳ぐらいの部屋ですけども、この部屋がね、サウナ状態になっていくってことで、もう今何度ですかね。今が 35.6 度なんで、まあそんなにまだ上がってないですけども、ちょっとこれからね、ある程度時間を置いて、まあ部屋の温度上げてから扇風機の検証をしていきたいと思います。検証動画って言ったら普通はね、どん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 こう細かく温度とか湿度とかを測りながら条件を合わせてね、いろんな扇風機とかを比較するんですけども、いや、それは分かってるんですけども、今回は私それしませんよ。もうこんだけ温度上げてるんで、もう順番にどん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 ね、扇風機使っていって、あ、どっちの方が良かったなっていうのを私の体を使って主観的に判断していきたいと思ってます。あ、そうそう、ちょっと話がそれちゃうんですけど、今回の動画ってね、私が元消防士でタフ街で暑さに強そうやから、皆さんの普通に見ている方との感覚がだいぶ違うから、私の言うコメントとかレビューが参考にならないかもと思っている方がおられるかもしれませんが、一応訂正しておきますが、私ね、肩書き上は元消防士で元自衛官とか言ってますけど、これはね、あくまで防災アドバイザーとしてそれっぽく見せるために使わせてもらっているありがたいただの肩書きであってね、実は私ってタフ街ではないんですよね。まあもうずっと実は運動部経験がない人生を歩んできていて、小学校はパソコン部、中学校は科学部、高校は帰宅部で、大学が英語部っていうね、もう運動大嫌い人間なんですよ。ただ、もうちっちゃな頃から防災大好き、防災変態マニアの少年だったんで、それがね、すくすく育って、今防災アドバイザーとして仕事させてもらうという話になるんで、全然ね、感覚としては皆さんと一緒ですから、もう普通にその辺にいるクーラーに慣れきったサラリーマンのネクタイしたおっさんが、この暑い中ね、エレベーターに閉じ込まれている状態、これをね、今再現しているという話になりますんで、もう皆さんと同じ感覚で喋ってますんで、そこはご安心ください。というわけで、現在の室温が38度9分まで上がってきたんで、ここからね、収録していきたいと思います。まず一つ目の扇風機はこちら、パナソニックが出している、もう今もあるんかな、乾電池3つで動くタイプの充電式、もとい乾電池式の扇風機使っていきたいと思います。これはね、すごくコンパクトで、まあパナソニックさんやしいいかなと思って買ったんですけども、まあ、いろんなモードが3段階ぐらいで選べますが、3段階の風のモードのうち一番強いモードを試してます。確かにね、風はすごく来ますね。顔全体に風がファーっと当たって、あ、風が来てるなという感じがしますが、よくニュースで聞いている方は結構多いと思いますが、35度を超えるとね、送られてくる風が熱風になるから逆効果っていうのを聞いたことがありますが、確かにね、送られてきてる風が
なんかドライヤーを浴びてるような感じがしますね。で、しかもまあこれ言った通り顔周辺にしか風が当たってないんで、これ単体で戦えるかというと、おそらく首から下の方はね、どんどん熱中症のね状態になっていくはずなんで、あまりよろしくないなという感じがします。で、おそらくね、今顔全体がすごくまあ汗をかいている状態なんで、それによる気化熱が結構まあ作用して涼しく感じてるんでしょうけども、例えば私がこっからね、カラカラの状態になってしまって汗がでんくなってきたら、ただただもしかしたらこう熱風を浴びせ続けるだけのドライヤーになってしまうっていう可能性が結構あるかなという感じがしますね。とりあえずこれがね、パナソニックのちっちゃい扇風機でした。そして次はこちら。私これね、動画で何回か紹介してますけども、西松屋で売っている西松屋の、ね、オリジナルブランドの乾電池3つで動くクリップファン。いろんなこうクリップがついててね、いろんなとこに今つけれますよみたいなファンになるんですが、これちょっと試してみましょう。まあ、何がいいかというとね、結局ね、扇風機っていうのは羽の大きさが全てなんですよ。だから、さっきのね、パナソニックのやつはね、別にパナソニックのものづくりが悪いわけじゃなくて、コンパクトにした上で最大効率を、まあ、出そうとした結果こうなってるわけだって、やっぱりね、なんだかんだ言って、まあ、でかいのとちっちゃいのであったら乾電池式やったら、選ぶんやったら羽がでかい方を選んだ方が絶対にいいです。で、これ今私、まあ、風全体に当ててますけども、やっぱりこれもね、扇風機単体なんで、ちょっとまあ、ドライヤー風の風が当たってきてる感じがすごくしますね。長時間浴びているとちょっと良くないんじゃないかという感じがします。ただ、先ほどの扇風機と違って、羽の面積が大きいんで、顔全体というか、上半身のある程度の範囲に風が当たるようになってきてるんで、まあおそらくですけども、35度をね、下回った普通のちょっと夏の暑いなっていう環境ぐらいであればね、これで結構戦えるんじゃないかという感じはします。これがね、西松屋のクリップファン。これ結構ね、値段が安いのが良くて、1000円台の前半で結構買えたはずなんで、おすすめです、個人的には。はい、そして次は、こちら。これね、最近発売された、顕微生活っていうブランドの充電式壁掛け扇風機です。これはね、結構まあ、商品としては優れもので、もうこうなんかこう、夏のこの被災時のことをかなり考え抜いて作られた商品なんで、スペックが山盛りなんですよね。もう、めちゃくちゃハイスペックになってます。で、まず早速ここにね、赤ランプついてますけども、要はその部屋の状況が熱中症的にどれだけやばいかっていうのをね、きちんとランプで示してくれてるんで、赤の点滅とか、オレンジとか、緑とか、いろんな色をね、出すことによって、現在のね、お部屋の状況をお知らせしてくれる、こんな感じの状況になってます。4000mAh の充電池がもともとついてて、それで駆動するのに加えて、乾電池、単三電池でも動くし、こんなランプもついてるし、センサーがついてて、人がいる時だけ動くみたいな運転もできるし、でいろんなとこに壁かけて、で、お手入れも簡単みたいなね、すごくいい商品になってるんで、興味がある方はね、ぜひこれ高荷先生の動画、一番この世の中で詳しくレビューしてる動画がありますんで、見てもらったらいいと思います。ただね、これネックになってるのが値段で、これ8000円台するんで、ちょっとまあそれがどうかとか多くの方思うかもしれませんが、すごくまあスペック山盛りになってる商品ですので、もしよかったら一回確認してもらったらいいかなと思ってます。で、この商品ね、ちょっとまあ風一番強いので今から出していこうと思いますけども、あ、やっぱりね、羽がでかいだけあって、今までの中で一番大きくたくさんの風を送り出してくれてる感じがします。上半身全体に多分ね、風が送れるぐらいの風が出てる感じがしますね。結構個人的にはありじゃないかなというような感じがします。ただまあ超ハイスペックでいろんな機能がついている反面、やっぱり単純にね、安い1000円台の西松屋のクリップファンと比べると価格が高くなりますんで、そこはね、個人のお好みで選んでもらったらいいかなというふうに思います。はい、これがね、3つ目、顕微生活の扇風機でした。さあ、室温がどんどん上がってきて、40.6 度になってますけども、まあ、せっかくのついでなんで、ここで過去にね、猛暑対策おすすめグッズみたいな動画の中で紹介させてもらって、あんまり良くないぞっていう風に言わせてもらった、ペルシェ諸氏がついている小さいハンディファン、これも使ってみましょう。これをね、使ってみると、まあ、風が出始めましたが、やっぱり風はね、弱いですね。これ非常に弱いです。見てわかりますけど、扇風機の羽がもう一番今まで紹介した中でちっちゃいんですよね。で、扇風機ってその仕組み上、真ん中の方は風を出すのに全くプラスにならないというか、ただただぐるぐる回ってるだけで、外側になればなるほど風を強く送り出せるみたいなものになってるんで、こういうね、ちっちゃいものは基本的に音がウィーン言うだけでもうあまり意味がないっていうのは、これまあ変わんでも分かってる話なんですけど、こういう商品になります。もちろんね、一応これでつけたら、なんか冷た。冷たって感じで、ペルチェ素子で、ちょっとは冷たいですけども、もうこの環境、もうね、もう気温が、室温がもうすでに 40.6 度になってるんで、この環境においては、もうなんか、まあ、冷たいけどって、ちょっとなんか腹立つぐらいの感じになってくる感じですね。はい、そして次、ミニチュアの、ちょっとちっちゃな扇風機。
これをね、出してきました。去年買った新品なんですよ。これね、小泉製機株式会社さんが作っているミニチュアのレトロデザインの扇風機なんで、実際に古いってもんじゃないんですけども、まあ、こういうちょっとちっちゃなね、可愛い感じの扇風機使って、これでまあ戦おうって方もおられると思うんで、まあ、これ当然コンセント式なんで、こんな感じでね、ポータブルバッテリーにつないで何時間も使うんだっていう方おられると思うので、そんな感じの方に向けてね、一応これも検証したいと思います。もう早速ね、まあ、弱、中、強ありますけども、強モードで運転します。思ったほど強い風が出ないですね。まあ、こういう電化製品って当然、物によるんでね、同じサイズでもすごく強い風が出るものもきっとあるんでしょうが、このモデルに関して言うと、思ったほど強い風が出ないので、まあ、涼しいのは涼しいですが、まあ、どうかな、ギリギリこれがあれば、ずっと一日中昼間なんとかまあまあ、40度、今 41.2 度ですけども、その環境の中でもまあまあ、気持ち的にはね、そんななんか、うえーってならずに、まあ過ごせるような気はします。ただまあ、その自分の気持ちとね、熱中症になるかどうかっていうのは完全に別の話なので、まああくまで気持ちだけの涼しさで言うと、まあこれぐらいの羽の大きさのものがあったら、かなりまあまあ、ある程度マシに戦えるのかなという感じはしますね。ちなみに、これ現在、どんだけの勢いで電力消費してるのか見ますと、強モードで 40W 出して、まあ、回してるものになります。まあ、これずっと言われてることですけども、扇風機はね、DC モーターで動いてる DC 扇風機の方が圧倒的に使用電力が少ないんで、ポータブル電源とかの、まあ、残り残量が気になるっていう方についてはね、そっちの DC のやつ選んだらいいと思いますけど、値段がね、DC の方が高いんで、そこは容量とね、組み合わせながら考え合わせて、もうちょっと容量食うけど AC でええわ、安いし、2、3000円で買えるし、みたいな感じの選択も全然ありだと思います。はい。そして一番最後に出てきたのもね、ザ・普通の AC 扇風機です。これちょっと使ってね、まあ、実際にまあ家にあるのはこの扇風機って方が結構多いと思うんで、まあ、これを使ってポータブル電源とか動かしてね、夏をしのぐっていう想定でちょっとまあ使ってみたいと思います。もう早速これもね、弱、中、強がありますけども、強モードからスタートしていきましょう。まあ、ちょっと風の音がうるさかったんで一旦電源切りましたけども、やっぱりこの普通の扇風機が当たり前ですけど、一番大きな数をブワッと送り続けてくるんで、まあ、気持ち的にはね、やっぱこれが一番涼しさを味わえるものになってます。まあ、これがね、一応今日で回り続けてくれてたら、まあまあまあ、猛暑の中でもある程度は夜まで耐えたらなんとかなるのかなという感じはしますね。ただまあ、何回も言いますけども、私が涼しいと感じているかどうかと、実際熱中症になるかどうかは完全に別の話なんで、涼しいと思っていても熱中症になるときはあるので、そこだけは本当に注意してください。水分とかね、塩分とかきちんと取った上でこういうね、形でしのぐ。これすごく大事なんで、そこも忘れないようにしてください。ちなみに、まあ、ポータブル電源で、この普通の扇風機の使用電力を測ったんですけども、38W でした。だからね、さっきのレトロのちっちゃい扇風機より、ちょっと低い、もしくは同等レベルなんですよね。なのに、こっちの方が大きな風が出せるんで、まあ、この前冷蔵庫の話もしましたけど、それと同じで、やっぱ大きさとね、使用電力が比例しない場合が家電についてはあるので、そこ要注意です。はい、これで一応全部ね、今回準備した扇風機が出し終わりました。で、こっから先はね、扇風機単体じゃなくて、濡れタオルとか、もう接触冷感シャツとか、いろんなものと組み合わせたら、もしかして結構いけるんじゃないかみたいな話があるんで、ちょっとその部分がね、どうなのかについて検証していきたいと思います。というわけでね、まずは、速乾性の高い T シャツ、これをね、濡らして固めに絞った状態のものを着てます。で、ちょっと見えないですけど、ここにね、扇風機を置かしてもらっていて、先からね、微風の状態でずっとまあ風を出してる状態になります。というかね、一瞬ちょっと今外に出てね、戻ってきたじゃないですか。もう戻ってきた瞬間にこの部屋暑さがエグすぎて、もう入った瞬間ブエってなりましたけど、この環境はやっぱなかなかエグいですね。今またガスファンヒーターつけ始めたんで 39.3 度ですけど、まあこれからまたグイグイ上がってくると思います。で、ずっとね、すいません、これ微風で今距離で言うとね 1.5 メートルぐらいのところから扇風機当ててるんですが、正直ね、だいぶ違いますね。使ってる扇風機はさっき一番最後に出した一番大きい扇風機使わせてもらってるんですが、微風モードであっても体の要はシャツとかを濡らした状態で微風を当ててると全然違う。なんかこれ、なんなんやろ。まあ、さっきね、ちょっと40度若干超えてたんで、室温で言うと1度か2度ぐらい上だったかもしれないんですけども、まあ、そんなこと関係なく、やっぱり服を完全に濡らした状態で、まあ、特にこれがね、速乾性が高い
服っていうのもあるんでしょうけど、かなり違いますね。多分気化熱が結構効いてるんじゃないのかな。で、今ね、ちょっと部屋を完全に締め切っちゃってる状態なんで、まあ、このままだとおそらくね、湿度がどんどん上がっていって良くないんでしょうけども、普通の在宅避難の状態であれば、まあ、普通に窓開けて網戸だけの状態で風を通してもらって、湿度が変わらない状態にしてもらった上で、こういう感じのシャツ1枚ね、濡らして着てもらって、風を当てる。もしくはね、普通濡れタオルとかを使ってもらって、それ体の一部に当てて、そこにね、風が当たる状態にするっていうのは、風が弱くてもかなり有効な感じがします。かなりね、涼しいですね、これ実際に。そしてね、実は私今回の動画で一番試してみたかったのはこれなんですよ。前も一回紹介したこともあるんですけども、接触冷感タイプの速乾性の高い、いわゆる工事現場の人とかがよく着ているシャツあるでしょ。これを濡らした状態で扇風機と併用したら実は最強なんじゃないかっていう気がしてるんで、ちょっとこれね、試してみたいと思います。ということで早速ね、着てみました。これね、結論から言うと、そんなにね、さっきの速乾性の普通の T シャツと違うかっていうと、そこまで変わらなかったですね。どっちもやっぱり扇風機で風当ててる限りは涼しいです。扇風機の電源を切った途端に、暑いって感じになるんですけども、これここに置いてある 1.5 メートル先の普通の大きさの扇風機、これをね、微風で回してるだけで、まあ、全体的に涼しい感じはするので、まあ、こういう速乾系のものであればね、おそらくまああまり高いの出さないでもそこそこ効果が出るのかなと。で、逆にまあ速乾じゃなくてもおそらく綿素材の普通の T シャツとかでも結構ね、こういうまあ冷たくなる効果があると思うんで、こういう濡れタオルとかもしくはまあ霧吹きとかでもいいと思うんですけども、そういう水気と併用して、まあこの扇風機使うっていうのは、まあかなり有効なんじゃないかという感じがします。で、今はこの普通のサイズの扇風機 1.5 メートル先に置いて使ってますけども、このね、いわゆる乾電池式の一番大きい羽のサイズの顕微生活のこれでもね、まあ、そこそこの風は出てるんで、まあ、ちょっと近づけたりとかはしないとダメですけども、やっぱり服濡らしていると結構ま、効果が高いのかなという感じはしましたんで、まあ、もしこういうの使うんであれば、もう私ポータブル電源なくて普通の扇風機は動かせませんというのであれば、このサイズのものを使うんであれば、こういう感じで服を濡らすっていうのはすごく大事になってきます。というわけでね、まあ、どれだけ参考になったか全くわからない感じの実験動画になってしまいましたけども、少なくとも言えるのは、やっぱり35度を超えてくると、もういろんなね、防災の記事とか書いてある通りに、扇風機だけ使うとぬるいあったかい風が来てあまりま効果がないというかよろしくない感じになりますんで、やっぱり使うんだったら服を濡らすとか濡れたタオルとかを併用する、霧吹きでもいいんでね、そういうのを併用する、これがすごく大事っていうのがこれが一つ目の結論。そしてね、二つ目の結論としてね、やっぱりまあ従来式の大きい扇風機使えるんだったらそっち使ってもらった方がいいけれども、まあ、もしそれがねちょっと厳しいというのであれば、乾電池式選ぶんだったら羽が大きいものを選んだ方がいいですよと、こんな感じの結論になります。ということで、高岡防災の今日の話は大体これでおしまいです。いやー、なかなかね、辛い実験でしたよ。ほんとまあ数時間とはいえ、この40度超えてる部屋の中にずっと居続けるっていうのはね、本当に辛いんで、もしまあ実際に大地震とかが起きて、こんなにね、もう常識を超えた暑さがずっと続いた状態になったら、私まだね、42歳なんでいいですけど、おそらくかなり多数の死者が出てしまうんじゃないかなという気はすごくしますね。まあ今回の扇風機の話もそうなんですけど、実際にやってみて、それができるのかどうかとか、それが現実的なのかどうかとか、そういうところも含めてね、これからも発信していこうと思ってますんで、高岡防災、このチャンネルね、かなりね、独自性が強い防災の情報を、他ではやらない防災の情報を発信しているチャンネルになりますんで、もしまだの方は見逃さないように、ぜひぜひチャンネル登録、それからね、いつもの通り、皆さん高評価ボタン、それからコメント残し、よろしくお願いいたします。ということで、高岡防災、今日のお話はこれで本当におしまいです。もうね、暑すぎて、もう 40.5 度ですよ。もう多分ね、この部屋出て、まあ、これ2階ですけど、1階に降りたらクーラー効いてるんでね、行った瞬間、ファーってなると思いますけども、早速ね、冷えたコーラで乾杯したいと思います。というわけで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。